今回は家庭でも使いやすい三徳包丁を買ったので、その紹介と簡単で手の切らない包丁の使い方を紹介します。メーカーは東次郎、鋭い切れ味と耐久性機能性を兼ね備えた有名な包丁メーカーです。もちろんメイドインジャパンです。2つと同じ模様が存在しないダマスカス模様が光の当たり方によって表情が変わります。鋭い切れ味の特徴は V 金融合で、ステンレスの中でも最高峰だと言われています。さらに錆びないのでお手入れも簡単です。刃先の薄さもちょうどよく、少ない力でも切ることができます。持ち手は握りやすく、アウトドアナイフなどに使用される強化材で長期間の使用にも抜群耐久性です。軽く使いやすいので、ご家庭で使うならこれ1本あれば十分です。もちろんプロの方もおすすめですよ。実際に使ってみると軽い力でサクサクと切れます。重い中華鍋のサブとしてミツには最適な包丁です。せっかくなので包丁の簡単な使い方と手を切らないで済む方法を紹介します。千切りや輪切りなどまっすぐに切るときにはこの棒を使えば簡単に危なくなく切ることができます。まあ分かってる人も多いと思いますが、包丁で手を切ってしまう方はぜひ見てみてください。まずは包丁の持ち方です。包丁を短めに持ち、親指と人差し指で柄の付け根をしっかりと握ります。こう持つことでぐらつきが減り、しっかりと食材をカットすることができます。よくある間違った危険な持ち方は親指を乗せた持ち方。包丁がぐらつきやすく安定しないため、手を切るリスクは高くなります。もう一つは短く持つのも安定しないため危険です。なのでこのように握り込むように持つのが大切です。もう一つ安定する持ち方は中指を乗せて持つ方法です。この持ち方は刃先を使うなど細かい作業の時に有効です。だから普通に切るときは握り込む持ち方がベストです。簡単な切り方は包丁をこのように前に滑らせるだけです。刃先を支点にして根元を落とすだけで包丁が勝手に前に滑り、切ることができます。押さえる手は指をこのように丸め、手のひらの付け根をしっかりと底につけるのが重要です。指の第一関節は後ろに倒し、絶対に前に出さないようにする。包丁の側面を指に当てながら切る。絶対に包丁を指の関節よりも上に上げないで切る。このように包丁を使えば手を切ることは全くありません。もう少し横から見るとこんな感じです。次はキャベツを使って説明します。この大きさで切ると高さがあるので手を切る危険があります。なので剥がして低くして切ります。キャベツを1枚にして上から押さえる手をぐらつかないようにしっかりと底につけ、指を出さないように引っ込めた形を作ります。そのまま包丁を滑らすようにしてキャベツを切っていきます。5回から10回くらい切ったら押さえる手を少し下げて、また切るを繰り返して切っていきます。次は玉ねぎで説明します。玉ねぎもそのまま切ろうとすると高さがあります。
結構刃を上に上げないといけないので指を切るリスクが高まります。なので玉ねぎも剥がして低くしてから切ります。こうすれば危なくなく切ることができます。次はネギの輪切りをもう少し見やすい角度からお見せします。包丁はこのように前に滑らせる。返る手はこの形にする。包丁の側面を指に当てながら切っていく。実際に第一関節は前に出せます。食材は低く置き、手を安定させて押さえる。そのまま包丁を滑らせて切っていく。1回くらい切ったら押さえた手を下げるを繰り返して切る。やっぱりトントンさせて切りたいなんて方は包丁を少しだけ外側に倒して切ると危なくないです。ちょっと大げさにありますが、このように包丁を外側に倒して切れば手を切る危険はありません。よく切れる包丁なら軽く叩くだけでも結構切れてしまうので、このように切れば簡単で危なくありません。今回はおすすめの包丁と手の切らない包丁の使い方を紹介しました。これを頭に入れて包丁を使えば手を切ることはほとんどなくなると思いますので、やってみてください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。